皆さんこんにちは、マイです。今は金沢翔子さんの書店の展示してある龍雲寺というところに、龍雲寺ですかね、龍雲寺というところに来ています。これから入っていきたいと思います。それでは動画をご覧ください。Thank you.
天井天井 D が独尊。いや、こんなに書くんだ。書いてあるか。この世で、この世で。右手のお部屋はお帰りの際に通ります。この先、世界一大きい搬入
いますよね。本当そうですよね。だって向こうの音なんかも全部広いよね。風光明媚な景色が見渡せる山寺。談笑の書家金沢翔子が登臨している。30歳を迎えるにあたってライフワークである般若心経を書き上げるためである。最初の基本である一の文字を書くことがあるが、今日は胎字で記号することにした。大筆は馬の尻尾の毛を束ねたもので、墨をたっぷりとつけると大変な重さとなる。書にはいくつかの特徴があるが、その一つがかすれである。通常かすれは早く書くと起きることとなるが、翔子はいつもゆったりと体全体を使いながら書いていく。ゆっくり書いても墨のつけ具合と力の入れ具合によってかすれを生じさせる技法を使いこなしている。一番最初に書いた位置がきちっと書けたっていうのは僕は驚いてます。これはもう事前翔子ちゃんの量を持ってゆっくり書いたっていうだけのわずか何秒か1分満たないかもしれない。だからあれはやっぱり翔子ちゃんの集大成ですよね。自然に位置を書こうっていう気持ちだけで普通は考えてないんですよね。あれは本当にだから別にまあ書こうって言ってくれないと言ってないんですよね。
証拠の書にたくさんの人々が集まり評価を受けることで証拠自身にとっても良い変化が現れた。そうですね、昨日のその11時からのこれを書いた時は、バスが来るまでは証拠にいろんな不幸なことが見守られていて、寂しい状態に置かれてたんで、すごい激しい痛感があって、で壮絶でした。このこんなちっちゃな指先なのに、この爪を噛んで血が出たお医者さんに来たりしてね、どうにもならなかったね。古典をやってみんなに本当に拍手してもらってしまったんですよね。投票箱、指納金箱はこの先にございます。御朱印授与所には、書店期間限定金沢証拠デザイン御朱印もございます。いい音がするよ。本当だ、鐘の音みたいな。鐘の音みたいな。
中学生。